今回も格ゲーのアップデート内容を見るとき大抵技名知らなくて困るけど、ウニ2は見やすくて感激。236が個人的にツボツボっていうのがよくわかんないけど、あれか、これマシュマロだと表示されてないけど、236の3の矢印が青矢印になってる、あのよくわかんないやつってことかな。なんかブラウザとかによってさ、矢印がさ、めっちゃ装飾されることない？絵文字みたいになるやつ。そう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 。あれね、ちょっと、その、なんだろう。3がね、斜め矢印が、その、なんだろうな。標準的な文字コード的にちょっとあれで、よくね、可愛い絵文字になっちゃうことがあるんだけど、それのことかもしれない。いやね、あの、ちょっとね、私あの、パッチノートとかやっぱ書いて長いんですけど、やっぱさ、技名だけだとわかんないよね。うん。やっぱね。これはやっぱ思います。ごめんって思う。変換のマガウズの発生が早くなりましたって言われても、うんってなるし、わかんないじゃん。だし、やっぱね、海外の人によく、がよく言ってるよ。俺たちは技名が全くわからないっつって。コマンドでしか話してないって話。海外勢はね、特にね、コマンドわかんないから、コマンドわかんない、コマンドじゃない、技名わかんないから、コマンドで書かないといけないっていうのは、俺昔から思ってて。これはね、さすがに、全部のゲームで採用してほしいですね。コマンドも入れてほしい。絶対に。絶対にだ。海外勢はみんな思っとるよ。技名しか書いてないパッチノートマジで読みづらい。っていうか何言ってるかわからんって。自分がさ、その、海外のゲームやって、で、翻訳されてないようなゲームとかで、で、技名で書かれてもさ、わかんないじゃん。コマンドでしか覚えてないに決まってんだろみたいなね。まあそういう話なので、これね、必要です。めっちゃやり込んでる格ゲーでも、技名全部覚えてる人はレアだから、アンダーナイトのアークレボの時に、解説の水上さんが、水上さんが、アンダーナイトのキャラクターの技名全部覚えてて、全部技名で解説してて、みんなびっくりしたんですよね。え、それそんな技名だったんだ、みたいな。全アンダーナイト勢、フォースファンクションのこと、フォースファンクションとしか把握してなくて、フォースファンクションって技名あったんだっていうね。みんなびっくりしたのよ。そんなバカな、みたいな。みんなわかんなくて、え？ってなったの。そうそう。今もう FF いっぱいあるから、なんかそれで言われてたのが、なんだっけ、ヒルダのトライファケットエーハセって言われて、みんな、何ってなった。ヒルダのトライファーケとエハセってどれっつって、みんなわかんなくて、何のこと何みたいな。ってなるんで、コマンドで書かなきゃいけないよって話なのね。トライファーケットは B プラ C のやつね。まあ、目に目に何々になっちゃうから。これね、皆さん気をつけましょう。はい。お便りいただきありがとうございました。